で、ハムスター用のフード、あの子供用というか、パフォーマンス用の、1つ持ってきてください。はい、で開けて中に2つぐらい入れて。いつも食べてるご飯はペレットと葉っぱ類、人参でですか。そんだけ、うん、あのひまわりとかあげてないですか。あげてない。作りやすいんだね、あげてなくて。この子2匹目なので、ええ、まあ、前の子と比べるとちょっとすごい多いなと思ってたりとか、うん、確かに私も多いと思う、うん、あの、うん、ジャンガリアンの理想体重で 40g ぐらい、うん、だから 40g 台で収まっててほしいし、だちょっと多いけど、ね、よく太る子ってさ、あのひまわりとかナッツを食べ過ぎて太る子が多いんですけどね。でもプレットってハムスターのプレットですよね。そういったのミックスのやつ、それはプレットだけのやつですか。プレットだけのやつで、あとは葉っぱで人参を出すからですよ。とお水ですよね。そこしはじゃあ悪くないですね、全然。そうですね、ちょっと。受付でハムさんのプリントもらえました。はい、はい、じゃあちょっとハムさんのプリントを出してください。で身体検査ではまあ、ちょっと私言ってください。あの目も綺麗だし、お腹も柔らかいし、ただちょっと肥満かなというところですね。うん、でクーちゃん。でこの健康チェック表、要は様子を観察する、まあ、ノート、こういう表とかね、もしくはノートを起こしてもらって、ちょっと体重を日々測る。それから、多分下にさ、この木くずがいっぱい引いてあるでしょ。どれぐらいのペースで掃除してます。そうするとね、うんちとかさ、細菌がいっぱいなんですよ。それから気温が高くなると繁殖しちゃうから不潔になっちゃうんで、もし可能なら最低1日1回はそうでした。そうなるとね、こう床があったとしてね、全面に木くずを付けちゃうとなかなか大変なんで、ワンコーナーだけね、チップ、うん、チップで、他はあの新聞紙とか新レーバーとか紙を付いてもらってね、そんでお掃除しました。お掃除するときに、まあ、ここでは2回掃除するときに、1日1回掃除して何個うんちが出てるか見てください。だいたいジャンバリアンは何個ぐらいだったのか、すぐに出るっていう予想です。6時以降から100ぐらい、それぐらい出るわけです。そうするとこれが1週間だと、ね、400いくつから700ぐらい、そこに溜まっちゃうわけなんで、で検便すればわかるんですけど、そのもうすごいんですよね、細菌の数が。うん、だから正常ですよ、正常で、うん、細菌はいるんで、うん、でそれでお掃除してうんちの数が何個出てるか、それから元気さ加減、まあ、これ朝晩チェックしても多分元気だと思います。動きが悪かったらやっぱ具合が悪いと思いますから、 100% で100あるかどうか、それから、まあ、おしっこはまあ出てるかどうかですね。返しは難しいか、他に何か気がついたことがあればコメント、それからあとは環境ですね。この子たちのいるところの温度の湿度、まあ、人間が快適な温度ならこの子たちも快適だと思いますけど、温度差も知りたいんで、朝一番と晴れる日だけでいいから昼過ぎと夜と、さて温度計をポンと近くに置いてね、何度で何パーセントぐらいあるかなっていうのを、ちょっとこれは毎日じゃなくてもいいんですけど、天気のいい日と雨降った日とちょっと見てください。それで元気にすればその環境温度でいいと思いますから、ね、まあ、僕だから不快に思うぐらいの、ね、湿度が高くて気温も高い時はちょっと涼しくした方がいいと思います。で、あと食べ物で、あと食事なんだけど、今の食事で全然いいと思うんです。で野菜あげてるじゃないですか。でこの野菜にね、ちょっと体脂肪を減らすような野菜、筋肉を作るような野菜、BCAA で聞いてございます。アミノ酸、バリン、ロイス、イソロイスっていうアミノ酸なんですけどね。これを多く含む野菜とかね、何個かあるんですよ。今すでにあげてらっしゃる人参、それからブロッコリー、かぼちゃ、シイラ、まあ、これのどれか一つを入れてください。そうすると体脂肪も安くなると思います。他にはあのこれ以外では BCA じゃないけどトマトとか、トマトってリコピンが入ってるから、人間でも、ね、
で肝細胞、人参はそれ以外にベータカロテンが入ってるからやっぱり痩せやすい、痩せやすいって思います。体脂肪がもらいやすい、うん、と思います。まああとやるとしたら甘にぎり、あまりこういううどんに一匹だけ食べて、それからあとはブナッツオイル、まあやっても一匹ですよ。ブナッツオイルってあの食用油で、中鎖脂肪酸なんで、あの日清の日清中鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸もこれ体脂肪までしてるんですけど、あの日清のヘルシーリセッターっていうちょっと普通の食材よりちょっと高いやつなんですけど、ヘルシーリセッターあれが中ココナッツです。じゃこれのやっても一滴ね、これにかけるのは悪くないかと思います。これ以上増えて太りやすいと思うんですよ、今の食事でこうなってるだけ。じゃこれ以上は太ってかん方がいいかなとは思うんでね。こういったのもちょっと、まあ、今すでに人参、まあ、それに入れたスカベツはもちろんやっていいんですけどね、これあのブロッコリーとかキャベツとかもしそういう食材があるときはちょっとやって入れたいです。やってもさ、この辺なんて1から2グラムぐらいですからね。でこの辺やっても大丈夫か、あずきちゃんお返ししてほしい。あれこれって高島君入れた、なんだ食べてました。とりあえず食べたっていうよりもとりあえずこの子もう向こうに入れるタイプね。何個入れた、2つ入れたすぐに、すぐに、はい、どうぞ、はい、ありがとう。とりあえずすぐに入れるタイプだったね。あ、本当だ、とりあえずすぐに入れるタイプなんだ。はい、で、食事のことはだから主食は野菜じゃなくてペレット、可能性のペレットをこれをし、これがメインで、それで野菜かお水をあげてください。次に、健康チェック用の話と食事の話しました。